きい人と組み手および試合をする場合、相手が正拳を出してきた場合、構えてください、はいはい、この正拳を出してきた場合にそのまま受けてしまうと、まっすぐ相手が来てしまいます。なので、はい、さばくと同時に体を相手の斜めに入れます、はい、斜めに入れて、相手の視界に入ります。そして、はい、下突きなり蹴り技を入れます。次は相手が下段を出してきた場合に相手の斜めに入ります。相手の四角突きと同じような感じで相手が下段を出すと同時に相手の斜めに入ります。そして下突き、またはこの場合距離が近いので上段なども入ると思います。次は大きな相手が蹴りを出してきた場合です、例えば相手が下段を出してきた場合、構えてください、はい、一回離れます。そして離れた時に大体相手が体が開いていますので相手の距離を測りながらミドルを、大きなモーションでミドルを返します。これは、離れた瞬間、はい、相手の体はこっちを向いていますので上段や下段よりも、思い切りミドルを振った方が入りやすいですね、はいはい、思い切り離れてしまった場合やはり大きなモーションを出すか、少し踏み込んでそのまま蹴ります。大きな相手は小さい人とやる場合、得てしてガードが下がるものです。その場合に突
きに合わせて上段回し蹴りが入りやすいと思います。スッスッスッ。小さな人が大きな人と試合をする場合にやはりフットワークが必要だと思います。そして前後のフットワークだけでなく左右のフットワーク、そして後ろに下がった場合、はい、すぐに入れるような出入りの速さ、すぐに相手の懐に入れるような後ろの下がり方が必要だと思います。それから、はい、スッと一歩引いた場合にすぐにサウスポーで攻撃できるようにすれば相手の後ろにスムーズに入れます。それから角度が変えられますので相手もやりにくく自分の有利になると思います。前後左右サウスポーの攻撃、これを自由自在に使いこなせるようになれば大変有利になると思います。小さい相手が大きな人とやる場合にフットワークでまず後ろに下がります。そしたら相手が入ってくる場合があります。その場合自分が中に入れないので前蹴りで牽制する場合があります。スッ。そして相手の体勢を崩します。それでは江口みゆきかつての名勝負を見てみよう。